ようございます。5月26日水曜日、時刻は10時13分です。赤門会日本語学校のバス遠足に来ています。朝7時30分に集合した学生たちは9台のバスに分かれて乗ってここ鎌倉までやってきました。今鶴岡八幡宮の近くまでやってきたところです。こちらの三の鳥居から参道沿いに見学していきます。正面に見えているのは太鼓橋です。今は渡ることはできません。お参りの前に手と口をきれいにするのがルールです。学生たちも興味津々です。大銀杏です。樹齢千年とも言われ、鶴岡八幡宮のシンボル的な存在でしたが、今年の3月10日に強風により折れてしまいました。これは折れてしまった大銀杏を移し替えたものです。それから頑張れ大銀杏というメッセージのボードがあります。折れた大銀杏を移し替えたものですが、元の場所もう芽が生えています。芽が生えている大銀杏がこちらです。わかりますか？根っこのところから葉っぱが出ていますね。頑張っている様子です。はい、こちら61段の石段を登って本殿へ向かいます。上の看板を見てください。さっきバスガイドさんに教わりました。八幡宮の八という字、平和を表す鳩の形になっているそうです。はい、学生たちがお参りをしています。はい、そうですね、きちんと拍手をしてお辞儀をしていますね。お参りの作法は2杯2拍手1杯ですから、2回お辞儀をして2回手をたたいて1回お辞儀ですね。はい、はい、031クラスの2人です。はい、はい、鎌倉はどうですか？綺麗です。うん、にぎやか。あ、はい、にぎやかですか。うん、そうですか。来ました。うん、初めて来ました。そうですか。楽しい。楽しい。あ、楽しいですか。良かったですね。はい、今日も天気が良かったから良かったですね。でも少し暑いです。あ、少し暑いですか。うん、そうですか。あ、はい。アリさん、鎌倉はどうですか。先生どうですか。はい。いいですか。はい、そうですね。いいですね。はい。鎌倉お参りはしましたか。上で。とても綺麗だった。うん、とても綺麗でしたか。大きくて綺麗だった。うん、あ、そうですか、良かったです。とても嬉しかったです。あ、そうですか。先生、一緒に、